この銀だこのとこ左やな。ああすごいね、いいね。ああ出たねこれは。ああもうこれはそういうやつや。あでもあの立ち飲みテーブルあるぞ。立ち飲みっていうか外テーブル。あ結構ある結構ある。ここもええな。好きな酒3杯プラス本日の小鉢で1000円。喫煙できます。おい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 、一応ちょっと別のとこも見てみよう一回。ここ見ててん一応ネットでは。ここもいいよ。ここ何屋さん、もつ煮とか80円やここも。せやな、一回通ってみるか。うわめっちゃある。うわめっちゃ、あここ店、あここ串カツもあるやん。旦那さんが足止めないでね。いいね、いい感じやね。ええ感じやな。連行されるおっちゃん。あこれやバーボンロードって、あの奥。これがそのあのあっからバーボンロードや。ええなんなんここ。寿司専門ストアっていう。ストアって。えらい魚ぶら下がってるやん。何やこれ。めちゃくちゃいい。わここはここでええなこれ、ね、めちゃくちゃええやん、ね、あこれもネットで見たな、うなぎ屋さん、時間早いんちゃう。6時ぐらいや。6時。うわめちゃくちゃ楽しいやんここ。あ冷麺な、冷麺で締めて帰るっていうのもありやな。あバーやん、バー。ちょっとこう洋風のほんまにバーボン出すバーが。あこっちもや。渋いなあ。あちょっとここ、うん、商店街に並行して走ってんねんな。天ぷら屋さんもある。あここもいいね。ボッケモン薩摩料理。へえうまい。ラーメンもある。ああこの辺で終点か。結構な確率で外に席あるな。ね。お下げな町中華も出てたんですよ。ああ。もう一個あるんだよ。ドラクエの新しい町来たみたいや。それやってるから。そう今マジでまさにやってる。あもう一本あるやん。もう一本あんのかい。蒲田のピザランド、ピザも。うなぎ土壌、川魚料理。へえ。わあ、渋いなこれ。麦とろ。ふぐ。麦とろ屋さんもある。この辺なんか東京やな、なんか。うわ、タイ。結構無国籍な感じで。おしゃれなお店もあるしね。そうやな。うわどこ行こう。あのさっきの薩摩のとこも良かったしな。薩摩あれ、あ、そうやったっけ。どうしよう。あ、それか。ちょっと一旦じゃあそのボッケも行ってみる。薩摩料理。すいません、外いいですか。はいはい、ありがとうございます。どうぞどうぞ。すいません。すいません。ありがとうございます。お願いします。薩摩料理の九州の料理ですか。そうっすね。そうなんです。ここ18年の結構老舗で。ああ、そうなんですね。はい。多分この辺だと結構古い方です、ね。ああ、そうなんですね。で、私でも4ヶ月なんですけど。ああ、で、変わったばっかで。あの、先代亡くなってしまって。ああ、そうなんですね。引き継いだんですね。僕のボスがオーナーがこの店のファンでお客さんで亡くしたくないからっつって、で、現場担当させてもらって。ああ、いいですね。そういうのね。ありがとうございます。お世話になります。うわどうしようかな。もうお湯割りやな。あ、関戸場のお湯割りを2つ、はい、あ、レントを飲めた方がいい。はい、ありがとうございます。
何でも好きなものを。急な男あるよ、ね、これも鹿児島の名物です。ちょっときびなご行っとこはせっかくやし、さつまやから黒酢チキン南蛮も捨てがたいけど、これここで食うとこがめっちゃ腹いっぱいなのかな。他行けへんだろうしな。むずい。すいません、ありがとうございます。きびなごの刺身と良い牛が結構入るんですね。はははは。今ちょっとこれまだ記載してないですけども、今日本日は煮込みとか。あ、じゃあ煮込みがいいですね。煮込み美味しいです、はい、煮込みで。はい、承知しました。お疲れ様です。電車の音がええな、ね、なんかまたキャンプとは違う外飲みです、ね、そうやな。いや結局外で飲むのうまいんだよね。うん、今すぐ12月やから全然寒ないやん、ね、全然いけるやん外で、ね、うん、ギアラの味噌煮込み俺も初めてやな。ギアラ焼肉でしかギアラはくナスのなんか煮浸しみたいな感じかな。あ、なんですって言って素袋になる。柔らかっ。箸でもったかに見てる。こんな柔らかいギアラ初めてや。おいしい、うん、うまい。全然臭くない。おいしい。ナスです。うん、うまっ。うまそう。あれだんす。自撮りが来ましたよ。来ました。うまっ。なんかこれニンニクや。すごいコリコリ効くんですね。うわ、この自撮りうまい。東京都大田区。大田区、うん、工場とかがいっぱいある、工場がいっぱいあるから、そこで働いてる人らがそもそも飲むとこでなんかこういうところが多分発展したんだと思う。羽田に勤めてる人も蒲田多いって言います、ね、そうそう、うんうん、CA さんとかね、割と案外蒲田で飲んだりとかするらしい。だから昔はほんまにおっちゃんらの街だったんやろうけど、最近ね若い人もいっぱいいるし、こんなことやりだしたらもうあかんな、やめられへんやん。ちょっと遠いからいいもんね。そうやな。近所やったら、近所やったらやばいな、ね、このまま人生終わってまいそうやな。バーボンロードのなんかバーがあんのもええな、ね、なんかバーがある感じやな。良さそうでしたね。なあ、どんな飲み方にも対応できる感じ、うん、なんか全部揃ってるよね、うん、居酒屋っぽいのもあればバーもあってさ、締めの中華も食えて、うなぎ食えて、ちょっとうなぎもちょっと食って帰りたいんだよな。大将呼んでくれ、はい、すいません。ちょっと残ってるからもう一杯だけ、あ、はい、お湯割り行こうかな。
芋で、なんかお湯割り合うやつってあります、はい、ございます。はい。2択で、はい、いずれも鹿児島県で都内のお米ですけど、M2 ですね。へー。はい、これチランっていうと、ルカワとチラン。チランっていうのは、あのお茶の産地で土と水がとても良いです。あ、じゃあチラン。あ、僕もこれ、はい、お湯割りでください。はい、ありがとうございます。特攻隊のとこやな。へー。何でも知ってますね。いや、チラン知ってるやろ。知らないです。お前、日本人やったら知っとけよ。チランって何ですか？教科書に出てくるレベルですか？教科書には出てきたかな。どうやろうな。だからそのゼロ戦で特攻隊が知覧から若い子たちがあのゼロ戦乗って特攻にしていったもん。あ、どうも。ありがとうございます。失礼します。はい、ありがとうございます。おしゃれグラスで。うん。香りがすごい芋やな。うま、あ、なんか甘み強いな、うん、香りがいいもん。わ、でも日本酒の厚かも飲みたくなってきたな。2軒目どうしよう。一瞬うなぎ挟むか。いいですね、挟みましょう。挟むか、はい、空いてれば、はい、どうもお疲れ様でした。最高、最高の店です。うなぎがもうちょっと向こうやって、はい、確かに。なんかあれですよね。高くないですよね。うん。なんかどこでもフラって入れそうやな。平壌冷麺気になるな。ここ。あー、結構多いな。あ、これや、うなぎや。あ、待って、いっぱいちゃう？あ、奥空いてるわ。すいません。大将だった。ラッキーショーね、進呈してますね。あがる。はい、うなぎの串と肝を2本ずつ。にょにょ、あいよ。そう、緑茶割りと、はい、タンタカのお湯割り。タンタカ、はい、1軒目です。2軒目です。はい、どうですか、蒲田は。いや、初めて飲みに来たんですけど、めちゃくちゃいいですね。最高ですよ、ね。まあ、この通りはちょっと大阪チックでしょ。ああ、そうです ね。ありがとうございます。うなぎ求めてきました。あ、本当、はい、ありがとう。じゃあ串と肝焼いちゃっていいかな。はい、お願いします。だから上がったっきりサッと来ないかな。あ、そうですか。うん、もう止まったまんまなのよ。うなぎ屋さん結構大変なんですね、今ね。ないだからこっち俺のところはこうやってほら、あの居酒屋メニュー出せるからいいけど、専門店はもうこれになってるとこいっぱいあるわけ。あのバーッと上がっちゃって、はいはい、もう仕入れられないから。作る方の工場もやってらんねえつもりですから。ネタが入ってこないから。ネタが入ってこないから。仕事にならないし。22年前、開店の時の10年したら、もう倍になったからね、一口。そうっすか。一口で、100円で仕入れたものが200円だと。単純に言ったら、倍売り上げなやってられへんのですよね、じゃあ。だって一人で回してるから、なんとかやっていけるから、一つ買ってたらとんでもない。確かにね。で、ここに来てほら、みんな全部値上がりでしょ。うん、この前にコロナがあって、客がいなくなるわ。ステンダリゲッタリよ、コロナ前。だ6時、9時からもう満タンで、帰れないんだよ。今こんな時は金曜日だよ。これでも少ない。結構お客さんいるなと思ったけど、それでも少ないんですよ、この時間で。コロナだったらもう11時ぐらいまでもう行ったり来たりとか入れ替わりは。コロナで減ったお客さんが帰ってこないってことですか。飲む習慣がなくなってことですか。みんなリモートほら大きい会社ほど。はい、じゃあこちらからうなぎからいく。はい、
ダメだよ。いいだよ。さあ、あの、バズってくれりゃいいけどね。うまい。うん、いいですか？ないよ。ないのかよ。カルサ、カルサあるんですよ。カルサ大好きなんだよ、俺。昭和ですね。ミユキさんで。なんないよ。ええな。はい、来た。あと、新生活住んでたの、俺。大黒って住んでたって言ってましたっけ？新今宮。新今宮ですね。今日は楽しいって言うと出しちゃう。やっぱこの辺のお店の人みんな顔見知りなんですか？もうほら、あの町会で会合あるから、ああ、50何店舗あるんだけど、でも20店舗ぐらいしか出てこない会合は。ここってなんでバーボン通りっていうんですか？これね、だから俺も22年目になるんだけど、もうできちゃってたから、その由来はもっと前からあるんだよな。あと併用でその上にまたついてるの、東急駅前通り会ってのが。ああ、ありましたね。ああ、あのウィンナーとビールパネル1枚。え、ウィンナーとビール、ウィンナーないんだ。あ、ウィンナーない。うん、ビールはあるよ。今クリームシチュー出っから、クリームシチュー食べて、それで考えよう。はい、考えよう。何じゃ、今日は何、まだはしごだけで流れる。そうですね、まあ、あともう1軒ぐらい行って帰ろうかな。で、あと五反田流れる。五反田流れないやつ、もう大将ベイスターズファンですか？そうなんですよ。あなたはあれか、あれ。僕、広島です。あ、広島。はい。あ、出身？京都なんですけど。京都。はい。なぜか。おお。ねえ。何、誰？金本？前田さんと大野さんが好きです。はいはい、いい選手いるもんね、広島もね。ねえ、この辺ってやっぱ横浜近いからベイスターズファン多いんですか？あの、もともとは太陽ホエールズだから、はいはいはい、川崎球場なわけ。あ、そうか、うん、だから蒲田は多いの。へえ、うん、太陽良かったですよね。で、太陽いいな。宮城県仙台なのよ、出身は。あ、そうなんですか。うん、へえ。で、隣、ほら、隣の市が塩釜、うん、そこが太陽漁業があったわけよ。まあ、まだ今でもあるんだけど。太陽良かったですよね。はいはい。スーパーカートリオね。はい、そうそうそう。スーパーカートリオね、懐かしい。はい、屋敷さん好きやったな。ああ。大将、ご様子。どうもどうも。ありがたいさ。ちなみにあの、うん、ちょっと向こうにあるピョンヤン冷麺の店。あ、ピョンヤン。あれ、うん、どうですか、ピョン。いやいやいや。あの、並んじゃってるよ、あの。土曜日曜のお昼は。そうなんですか。もう並んじゃってる。好きであれば食べた方がいいと思う。ありがとうございました。あ、それもない。はい、大丈夫です。はい、大丈夫ね。お疲れ様です。お疲れ様です。いい対象やったな。冷麺で締める、ちょっと。はい、北朝鮮。へえ。なんか冷麺なんかあんま見たことない感じの冷麺。二人です。冷麺をいただきますか。冷麺いただきましょう。はい、冷麺を二つ。はい。はい。サンドイッチマンさん。うまい。もうこのお店目当てに。ほんで、あのセンターの頃ポップコントでも有名だったんですよ。あ、それ知ってる人がいるんですよ。ああ、サンドウィッチマンね。うん、あのこれの前から。あ、あ、そうなんですね。わ、来た。そういただきます。めっちゃうまい。好きな部類の冷麺。うん、お好みでお酢。うまい。うん、麺もうまい。うん。
って弱いんやね。そんな強くないです。顔黒なんか全くない。3倍くらい、3倍ですよ。言うて3倍やから、うん、これで20分。これ盛岡の冷麺って麺の割と太いじゃないですか。この麺なんですか。この麺って、まあ、この麺なんですけど、粉からここは練ってますからね。練って機械で落としたら。韓国の冷麺と平壌の冷麺違うんですか。平壌の冷麺はそば粉なんですよ。だから、うん、だからそうですね、うん、焼肉屋のね、大きいよ。じゃあけど、平壌の上に半分っていう地方が、平壌の上に。これハムン地方の冷麺がこれ。へぇー。天ぷなんですよ。元清屋冷麺は茶色。へ、うん、そうなんや。じゃあこれはハムン冷麺。その盛岡が特別そのハムンっていうとこから来た人が多かったっていうこと。その人だけは。その、広めたその人が。なあ、どうぞ。一応ハムンって、平常って言ってね。うん、平常冷麺って言うんですよ。平壌冷麺ね。平壌冷麺ね。うん、それはどういうことですか、ね、うん、黒いやつね、うん。で、それからその地域、まあ、東京でいうと蒲田と新宿みたいな、同じですよね。で、平壌がちょっと上の方行くと、ハムンって地域がある、うん、で、ハムンの地域の人たちは、黒冷麺。麺めちゃくちゃうまい。麺はね、独特だよね。へ、う、ぇ、ん、ここのは、これは手打ち冷麺だから、本場の作り方ってことですか。で、これはもう、練って作ってるから、うん、置いとくと伸びちゃう。残念ながら10分置くとね、ダメですから伸びちゃう。麺がね、スープ吸っちゃうんですよ。麺がスープ大好きで、スープ吸っちゃうともうふやけちゃって、もう腰が。だから作り立てると、これはもうね、絶妙に美味しい。うまい、麺もうまい。麺が2枚置かされて、麺が美味しいっていうのはその50年ですよ、50年。麺屋は50年。で、冷麺で50年やって、で、1日1万食ってました。そしたらね、なんか小さくて、面白くて、4メートルの津波で全部流されちゃった。あの時ね。そうそう。それ工場も全部ダメだ。それ一人でボケて調子込んでねって。でもこっちはね、商人だからね。だから、ね、統合捨てて、関東来て攻めてやるんで、関東に乗るかも。それは職人の腕があるからね。おいくつですか。私21年生まれです。76。若いですね。まだもう若いですね。77。すごい。77で関東攻めする、ね、攻めの国民の大将が何かあるの。すいません、ごちそうさまでした。ありがとうございました。どうも。